<で>どうも PDR さんです突然ですけど皆さん YouTuber は面白いと思いますか面白いいや面白くないな面白いいや面白くないファイナルアンサー面白くないいろんな意見があると思いますけど正しい答えがない質問ですよね多分なんだよということで是非高評価お願いします 以前、粗品は自身のお笑いライブでこんなことを言ってたじゃないですかあっ対談始まりましたね一流芸人とトップユーチューバーねぶっちゃけユーチューバーのことどう思ってますか一昔前は結構ユーチューバーのこと下に見てる芸人多かったけどユーチューバーは本当に面白い人多いと思うようんお,おもんないやろユーチューバーなんか 全員脳震とコメディチャンネルが爆発的に伸びた今あんま否定はできないよなそんな粗品さんはちょっと前に酒のつまみになる話に出演しましたあれこの番組って誰か真ん中にいなかったっけ気のせい粗うん、うん、品は番組で先ほどのお笑いライブで言ったこととほぼ同じことを言った後に YouTuber を どう思ってるの話。てかさ、粗品もユーチューバーじゃないのここでは我々みたいな YouTube 生まれ YouTube 育ち、悪そうなやつは大体友達。みたいな方を指してるんだよ。 なるほど。芸人なのに YouTuber おもろいって言ってるやつめっちゃ嫌い。なんかわかるな。PDR さんは YouTuber おもろいっていう芸人は別に嫌いじゃないんですけど YouTuber にクソこびまくる芸人はきっしょって思ってます。相棒、いい方。はいはい。生理的に無理です。そんなやつおるんという質問に対して宮坂とか PDR さんの生理的に無理リストに載ってる一人ですね。相棒。 相方の前で堂々と呼び捨て。あ、元相方か。3をつけろと言われても、もう先輩じゃないんで。 宮迫美味しいな。この粗品のパスで死にかけの YouTube チャンネルに息を吹きかけることができるじゃん。それについては後ほど。おゲスト一人一人に YouTuber は面白いか面白くないか聞きたい。こちらの可愛らしい方は YouTuber さん大好き。彼女なんか結構若そうだから多分 YouTube を見て育った世代なんだろうね。それに対して粗品は、肝。なんか相棒と仲良くなれそうだね。こちらのベイビーフェイスシュワちゃんは見て笑うことはないけど、 すごいとは思う遠回しに面白くないと ホトハラ氏は YouTube を見ていない。確かに見てなそう。じゃあ、宮迫チャンネルは攻めるね。宮迫の動画は何本か見たことあるほとちゃんは、笑いの面白さより興味深い話してるなー、的な面白さはあると。裏切られたのに優しいね。でも、遠回しにお笑いとしての面白さ、芸人の命がないって言ってるんだよ。確かに。山田邦子さんはちょっと YouTuber とかわからないから、あまり YouTuber の評論はできないと。 クニちゃん超久しぶりに見た気がする。千鳥ののぶさんは、粗品の言う面白さ、イーコールファニーって言ったら面白くない。うん、納得すんなよおめえのこと言ってんだぞオープニングトークとかも面白くない。PDR さん、のぶさん推しになりそうです。お前はどっち側の人間なんだよ千鳥リの大悟さんは息子に、この YouTuber おもろいから見てと言われて見たら、こんなおもんないことで笑うなと言ったそうです。 それはさすがにひどくないパパになれなかったやつの集まりやそうなんですよ !YouTuber は基本。何々になれなかった人、干された芸能人の墓場なんですよ。とにかく、失敗した人の集まりなんですよ。相棒は何に失敗した人なの人生だと思った。その後 DAIGO さんは YouTuber にも芸人にも面白いやつや面白くないやつはいるとしつつも、芸人の方が面白いと言います。 なぜなら、芸人は舞台に立って違う芸人を見に来てる人を笑かしてると。YouTuber は自分だけ見に来る人を笑かしに行く。笑かし方の戦い方が違う。そしたら納得。一旦、こっち側に戻ります。ダブルエージェントかよ。YouTuber は自分を見に来た人たちだけを笑かしに行くっていうのは、 ある程度のファンベースがあるユーチューバーのことを言ってるんだと思います。うん、YouTube を始めたばかりの時は YouTuber がたくさんいる YouTube という海に飛び込むじゃないですか。うん、で、もともと有名でなければファンはゼロなので獲得するファンは他のユーチューバーのファン、うん、そう。 だからぶっちゃけ、DAIGO さんの言う芸人とあんま変わらないと思う。ある程度のファンベースができたら、その人たちだけを笑わせる。芸人もそんな感じじゃないの多分。で、長くなりましたが、粗品のテレビ出演に対して、何人かの YouTuber がアンサーをしました。恥をかく2000円まずは、オルタナチャンネルの内藤。芸人と YouTuber、どっちが面白いか内藤。 内藤の話をしてるんだったらそれは芸人相<棒>俺的にはこの2択の選択肢に YouTuber が入ってきてること自体すごいと感じるそうすか10年前の YouTuber の扱いなんて関わったらヤバいやつくらいの社会認識だったからいや変わってないと思うよようやく比べられるくらいの存在になった内藤の話はしてないと 相棒、内藤がお前に何したって言うんだよ。次の10年後、この2択の選択肢が逆転してるのか。10年後、芸人みんな YouTube やってんじゃねそれとも、YouTuber はいないのか。10年後に YouTuber が全員消えてますように。消えたらお前どうすんだよ。そもそも、全く違う2択になってるのか。次の時代を誰が作るのか、楽しみだよ。よ内藤のことは嫌いじゃないよ。まあ、渋谷ジャパンの方が好きなのは確かだけど。でもお願いだから、Shut up。 このくせえオナニーポストは誰も特選。ということで、コラボの依頼、お待ちしております。続きまして、バンビースパイダーのポストなんですけど、げえよねえ、YouTuber ってなんで簡潔にまとめることができないの長い方がお金になるって YouTube 様に叩き込まれたから。ヘイワウズズ大学でも誰も望んでいない長文ポストの書き方講座もやんのかまあまあ。ふぅ。読んでいきますか。正直、まだこの話してんの っって思って思しまう話題ですが芸人とユーチューバーは犬と猫90年代のヒートとニックストムとジェリーセイントアンガーとルールゴミと粗大ゴミなのでジョーカーが言ったようにそもそも面白いって非常に幅広い表現だと思ってて「タイタニック」のように感動して涙を流してしまう映画も。 面白い最近のユーチューバーの動画はタイタニックのように長いハングオーバーのように笑いに特化したコメディ映画も面白いまあ2と3を除けば面白いですよね。この2つの 2> 面白いを並べて笑えるという部分だけを引っ張り出してコメディの方が面白いと言ってるようなものなのでそもそも比べるべきものではないと思う。どっちの面白いに当てはまらない人に言われてもね。やつ ユーチューバーは、いわゆる素人が自ら動画制作や企画などをセルフプロデュースして多くの視聴者をつけてきたことが強みであり同じ素人だった人物が夢をつかんでシンデレラストーリーを体現してるのも面白さの一つだと思う WTF 言っちゃおけなまよあの、すいません、これって平和ウズズユニバーシティの宣伝なんですかそれを人を笑わせるという部分だけを抜き取って横並びにして芸人のがおもろいとか言ってるのがそもそもダサい と喧嘩強いから俺が偉いみたいな一方的な理論でいじめとやってることはほぼ変わらない。<laughs> the fuck? 出たよすぐいじめに持ってこうとする。まず、バンビ。b Shut the fuck up! そして全世界の本当にいじめられてる人に謝れ YouTuber が芸人さんをバカにしてるのは正直あまり見たことがないしかし芸人さんが YouTuber をバカにしてくるのはよく見る YouTuber で芸人をバカにしてる柴田 かっか PDR さんまりり芸人取り上げない…確かにそうかもね。俺は YouTuber として自分ではない他の YouTuber がバカにされてても正直悔しいし嫌な気持ちになる。PDR さんはコンテンツが増えるので嬉しい限りです。お互い別の面白い思っててそれぞれにリスペクトがある世界になれればいいなと思っています。Fuck respect! こういうやりとりがあるから面白いじゃん。 それ面白いと思ってんの相棒と柴田ぐらいじゃない ?PR さんなんか最近ヒカキン信者なんじゃないかって疑われてるんですけど決してヒカキン信者ではありませんしかし今のヒカキンはこんな芸人のザレ言に対して長ったらしいレスポンスすると思うしないよねそこが本物の大物との違い登録者がどんだけ増えても小物は小物と じゃあ相棒は何なのハイエナ納得。最後は YouTuber 宮迫のレスポンス。もちろん動画です。それでこそ YouTuber や。本来あの、そんなに喋るつもりはなかったんですけども、嘘つけよ。P リアルさんと一緒で。いいネタが来た。って思ってたくせに。何一つ怒ってはいないです。宮迫は好感度上げを覚えた。わ、うん、か,分からんない。あの、どっかでたまたま、あの、粗品くんと、偶然あったらですよ。あの、わかんないです。あの、 捕まるかもしれないけどもうなんかもうね <laughs> この顎とかをねソシナの言ってること本当じゃねえかよ <music> 相棒あ,あってで YouTube もちろ始めてます始めてますが何ですか会社を辞めたらもう芸人ではなくなるんですか闇営業でヤクザから百万円もらってすべての芸人の顔に泥を塗ってから YouTube に逃げてきて YouTuber にこびこびしたから実質 そうなるんじゃないですかね。まず、年上やし、芸歴も20年以上先輩。いいですから、それが会社を辞めたからって、ななるんか、それがおもういいっすかはい。もういいです。はい。宮迫は無事に、好感度上げに成功。最後に、皆さんは、YouTuber は面白いと思いますか面白くないと思いますかぜひ意見をお聞かせください。相棒はどう思うよネタになれば、何でもいいです。さすが。じゃ。 いよいよ、今週末です。PDR さんに会いたいですか会いたくねえよ、もうおめえのこと嫌いなんだよ嫌いなのになんで動画見てんの俺 <laughs>。今週末トークショーをやります。YouTube では聞けないような裏側のこととか、生質問コーナーとか、PDR さんに会いたい方はぜひお越しください。日時は4月27日。場所はいつもの中野サウンドスタジオのア E。 4S と地下4階ですね。18時30分オープンで19時スタートです。入場料は3500円。予約したい方は show、ショースコー三井アウトリアットホットメールドットコムまで下の概要欄にも書いてありますので、興味ある方はぜひ。ね、知らんもの。この動画編集してて思ったんだけど、ペイリアルさんって YouTuber のプライド的なものがゼロに等しい。<laughs> 昔はなんかちょっとあったような気がするんだけどな。 やっぱユーチューバーの嫌な部分を見て年々減ってってゼロになった感じなのかな。ユーチューブはまだ好きなんだけどな。どう思う、まあ？せっかくだからちょっとポジティブなことよ。最近見てるユーチューバー。ボッドン、ステゴロパンチャーズ、コウイチ TV、ストレンジブレインパーツ、Do We Know Them Podcast、カルタホルック、レッドカウアーケード。 ウェドレッドメディア、あの、ハムボするお姉さん、クラブあるあるするお兄さん、GOAT、マール、なんかある好きな YouTuber、YouTube 見ない。だよね。それがいいと思う。<laughs>